ミンスパイミンスパイはドライフルーツから作ったミンスミートを詰めたパイである。クリスマスに食べる菓子として知られ、計数センチの独特の形で作られることが多い。ミンスミートとは元来はミンスにした肉、つまりひき肉のことでミンチの語源でもある。しかし次第にドライフルーツを主体としたものに変化した。東方の三博士がイエス・キリストの誕生を祝うために捧げた持つ役が、 ミンスパイの起源と言われる。かつては果実や肉に香辛料と甘みを加えたものをパイ生地やビスケット生地で包んでゆりかごをかた取り、上面部に切り口を入れてイエスを表す小さな像を入れて焼き上げていた。この工程にはゆりかごの中に神の子を置き、その誕生を祝っていた意味合いがあった。イギリスの庶民にとってのミンスパイの原型は、 フルーメンティーというシンプルな小麦のポリッジだった。特別な日には、砂糖、ワイン、香辛料、卵、ドライフルーツ、肉の細切れなど、普段入れられない食材を入れごちそうに仕立てた。この特別なポリッジが進化して、パイに入れたものが、ミンスパイとなった。このポリッジは、クリスマスプディングや、クリスマスケーキの源流ともなっている。新京都革命の際には、 偶像崇拝に当たるとして、ミンスパイの製造が禁止されるが、間もなく禁止令は解ける。やがて、中に詰める具から肉が消える。また、イギリスが世界各地に植民地を持っていた時代になると、各地から様々な果実やナッツがイギリスに入り、ミンスパイの具として使用されるようになった。現在は、リンゴ、ブドウ、レモンなどの柑橘類などが使われる。これらをみじん切りにし、 ブランデー、砂糖、ケンネ油、香辛料などを加え、煮込んだ後数日間寝かせる。ありがとうございます。